皆さんおはようございます。佐久大学で学ぼう教員インタビュー、前回に引き続き看護学部の曽谷野文江先生にお話をお聞きします。インタビュアーは学校法人佐久学園の森岡正弘理事長です。曽谷野文江先生とお話をさせていただきます。佐久地域の保健師さんたちはお仕事をしている場所が病院であれ役場であれ、楽しくいつも飲み会やったりですね、何かそれは思い出ありますか？はい、そもそも保健師ってお願い上手だったり頼み上手だったりしてるんですけども、やっぱり諸先輩の保健師たちがすごくそういうのが上手で、南佐久っていうのは小さい町村、山あいの町村が多いので、一人保健師二人保健師っていうことで、非常に新人や来たばっかりの保健師は不安なんですよね、うん、それを他町村の保健師たちが支えるということで、八の会って、八を横にすると無限大という、あ、なるほどね、この八の会っていうのが ありまして、そこで勉強会開いたりお泊まりして討論したり歌を歌ったり、それから自治体に働く保健師の集いというのがあって、そこに研究発表してみたり、そういうことをして、本当に町村を超えて支え合おうという、それは楽しくなきゃいけないっていうことで、本当にイベントも企画をしていただいたっていうのが、やっぱり諸先輩の本当は感謝ですね。私は確か先ほどの八の会というのを聞いたことがあるんですけど、まさかその難しく横にして無限大というマークだというには気がつきませんでした。自鉢の会かなと実は思ってたんですけど、ね、はい、保健師はよく事務に嫌われちゃうので、蜂に刺されたっていう印象もあるかもしれませんいやいや、嫌われるというよりもね、保健師さんは私の印象ではすごく真面目なのかな、一生懸命なんとか改善しようとしていることがすごく受ける側からするとね、いつも何か文句言われてるっていうような感じがあったのかもしれませんね。弱い人の立場の代弁者として、どうしてもお金をつけてもらいたいっていうことがあったり、必要な事業に協力してもらいたいっていうのがあって、ついつい言葉が多く言っちゃうことで誤解を招くことが多分にあったと思いますでも今の保健師さんたちはそんな印象を受けませんけどね。あ、そうですか、ね、時代の変化の中で、先ほどお話ありましたけど、衛生環境を良くしたいとか、感染症をね減らしたいとか、いろんな思いも強くいらっしゃったから、特に保健所を中心とした地域活動というのでですね、一生懸命地域づくりをやってこられた方々だと思いますからね。実はこの佐久大学でもアジア諸国から研修に来られる人たちは、空気がきれいとか山が美しいとかいうこと以外にですね、やはり周りにゴミがない、この佐久というのは非常にきれいな生活環境にあるというふうに言われるんですよ。まあ、私たちにとっては当たり前だと思うことがね、きっと地域住民の方々と保健環境を整えるためにですね、いろんな方々のお力があって、そのように褒めていただくんだろうと思いますけどね。さて先生、ご自分が保健とか医療とか福祉の分野に関わってこられて、ご自分とすればよかったかなと思われます？それとももっと他のことしたかったと思ってます？いや、他のことに、目を向けるということの機会が、少なかったかもしれませんが、私は自分がなぜ生まれてきたのかっていうことを常にこう解いてた時期がありまして、そういう意味ではこう自分自身を知るとか、人の人生、いろんな人たちの人生から自分の生き方の幅が広まったということで、保健師看護活動っていうのは自分自身を発見する場でもあるし、自分を自分で作り上げていく、想像でできていかれるような、職業かなというふうに思います。そうですね、保健、医療、福祉というそれぞれの分野ですと、思わずいろんな方にお出会いしますし、またいろんな方から教えていただける、こちらが何か知識を差し上げるだけじゃなくてね、そういう機会がたくさんあるように思いますね。今日このラジオを聞いてくださっている保護者の方とか若い方々に、先生がこの佐久大学に赴任されて、この佐久大学をどのように見ていただきたいかという、何かメッセージがございますか？
佐久大学は本当に地元に密着した大学っていうことで、理事長さんはじめそういう方針でやってます。私もずっと現場にいた一人として、学生が地域に足を運ぶそのつなぎ役として関われればいいかなというふうに思ってますし、ぜひ地域の皆さんにも大学へ来ていただいて、その大学って私たちの時代そんなにみんなが入れる大学じゃないわけですので、この大学の機運、この明るい学生たちが賑やかに笑っている、こういったあの若い人たちの声をですね、ぜひ聞いていただければというふうに思います。コロナの勢いも少し下火になってきましたから、少しずつ皆さんの自由度も広がってくると思いますから、まあ、ぜひこの地域の皆さんと共に勉強しちゃう、あるいは交流できる大学にね、ぜひご協力お願いしたいと思いますし、また一緒に頑張ってみましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日ありがとうございました。こちらこそ。